なんかあれですね、肩左の方が硬いっていうか厚みありますね。右の方が押しやすい。された感じはどうですか？痛い感じ。うん、左右差ありました？まだどっちもなんか痛気持ちに浸ってましたよ、ね。あ、そうですか。はい。それはそれでよかったです。そうか。ここが痛いですよね。コリコリしちゃってます。うん。の方が多分これが多い。あ、確かに。うん、こっちの方はそこなに、うん、確かに、うん、違いますよね。苦しい感じですか？ここだって感じ。ここだって感じ。そうなんですよね。ここはなんか硬さ強いですね。左の方が硬さ強いですね。鈍いと思うね。大丈夫ですか？うっと来ますよね。来ますね。なんか生理痛に似ている。ああ、ずっと来る感じ。硬いな。なんか左半身の方が硬いですね。この背面は。すごい痛い。そこが痛いね。そこが、はい、これに関しては すごいってなります、ね、特殊な痛みです。
痛み弱いですかね。さっきよりね、はい。はい。まだちょっと右より左ですかね、はい、さっきよりはでも薄まりましたよね、うん、これだあかんっていうか、そうですね、硬い感じは薄くなりましたね、はい、いただきます。じゃあ今度は仰向けですね、はい、すいません、じゃあ仰向けに構えてください。ピットの端っこの方に頭のてっぺんこれぐらいでお願いします。もうちょっとピット、うん、その辺りで、はい、気持ちいいです。あ、ちょっと、ちょっと骨盤を押さえます。大丈夫ですか。はい、はい、
いですかね。うん、うん、頭の方が痛いですか、首がつく感じですか。あ、頭の方が、頭の方が、うん、そうですね、結構頭皮が硬いですね。やっぱりまだちょっと寝不足だったりとかありますかね。うん、最近なんか3時4時ぐらいまで寝れないこともあって、ああ、そうなんですね。かなり頭皮が硬いです。これは痛くないですか。痛気持ちいい、はい、はい、失礼しますね、はい、ところで、小野さん、はい、何か告知などありますでしょうか。あの仕事の告知はないんですけど、はい、最近ツイッターをやめて、はい、インスタグラムを始めたので、はいはい、よかったらフォローしてほしいんですけど、名前が葵美琴っていう名前で、あ、そうですよね、そう、はい、名字つけました、はいはい、つけてやってるので、はい、よかったら探してみてください、はい、あの貼りますね、あの葵美、あ、そうですね、アンダーバーでしたっけ、あ、そうですね、下のなんか、下の線ですよね、はい、アンダーバーが入って、はい、青い、あ、そうですね、アンダーバー見事でアカウントですね、はい、はい、ですね、結構あれですよね、肌の露出が多めの写真も、はい、あ、そうですね、ですね、はい、お好きな方はぜひ、はい、はい、はい、私もインスタをやってるのでよかったらフォローしてください。では今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。See you.